2020年東京オリンピックのラグビー競技はワールドラグビー管轄の下で実施される2020年東京オリンピックのラグビーである。7人制ラグビーを実施。会場は東京スタジアム。男子は2021年7月26日から28日、女子は同29日から31日までの予定。2016年リオデジャネイロオリンピック同様。 男女各12カ国が出場。2018から19ワールドラグビーセブンズシリーズ、シリーズ前線に出場するコアチーム15カ国がドバイセブンズから始まる10大会の総合成績により4つの出場枠を争う。ただし、イギリスの出場権は本土3協会の取り決めにより、2017から18ワールドラグビーセブンズシリーズで3協会で、 最も成績が良かった、イングランドの成績により決定する。オリンピック出場時のイギリス代表のチーム編成は、イギリスオリンピック委員会によって決定される。世界最終予選各大陸予選大会の2位と3位、計12カ国が出場する。ただし、オセアニア選手権の2位、フィジーと3位、日本の代わりに、4位、サモアと5位、トンガが出場する。なお、 南米予選2位のブラジル、アフリカ2位のウガンダ、アジア予選3位の中国が、新型コロナウイルス感染症の流行の影響で、出場辞退したため、9カ国により行われた。2018から19ワールドラグビー女子、セブンズシリーズシリーズ前線に出場する、コアチーム11カ国が6大会の総合成績により、4つの出場枠を争う。ただし、 イギリスの出場権は、本土三協会の取り決めにより、イングランドの成績により決定する。オリンピック出場時のイギリス代表のチーム編成は、イギリスオリンピック委員会によって決定される。世界最終予選各大陸予選大会の2位と3位、計12カ国が出場する。ただし、北中米からは2019ウラン女子セブンズ優勝、ジャマイカと2位、メキシコが出場する。 また、2019アフリカ女子セブンズの2位、ケニアの代わりに、4位、チュニジアが3位、マダガスカルと共に出場する。なお、ジャマイカが、新型コロナウイルス感染症の流行の影響で、出場辞退したため、11カ国により行われた。午前の部は9時から12時まで、午後の部は16時30分から19時または19時30分まで開催される。組み分けは、 過去2年のワールドラグビーセブンズシリーズなどの成績に基づいたランキングにより行われた。各グループの上位2チームと3位のチームの、うち成績上位2チームの、計8チームが、決勝トーナメントに進出する。グループ A、グループ B、グループ C、グループ A、グループ B、グループ C 優勝した南アフリカは、大陸別大会で得る出場権を辞退する、方針であるため、準優勝のケニアが、 出場権を獲得した。ありがとうございます。